皆様お久しぶりです、今日は、米粉の、ワッフルみたいなものを作ってみたいと思います。はい、早速材料です。こちら米粉を使います。何でもいいと思います。米粉、こちらに、ふるった米粉を入れています。 100g 使っています。で、中にはこの天才っていう、砂糖とベーキングパウダー、お砂糖は大さじ3杯、ベーキングパウダーは小さじ2分の1を入れています。で、こちらは、私はこちらの白玉粉を使いました。何でも入れておきます。上質な白玉粉の方がより美味しくできると思います。白玉粉は、グラム数にすると50g を軽い粉にかけて入れています。もともとの白玉粉はこんな感じで、粒が大きいので風にかけておくのが美味しそうです。で、こちらオリーブオイルです。オリーブオイルは、20g と、で、アーモンドプードル、こちらは 20g で、今回ちょっと豆乳がなかったので牛乳で代用するんですけども、牛乳 200g です。もうこれらの材料を使って作れるかどうかやってます。今回米粉のワッフルを作るにあたって、ワッフルメーカーがいいんですけど、本当はちょっとうちにはサンドイッチメーカーが一つだけあるだけなので、これで作れるかどうか試してみたいと思います。ちなみに、うちのメーカーはヤマゼンさんというメーカーさんの、サンドイッチメーカーです。こんな感じに開くと、ちょっと使った状態なんですけども、これで作ってみたいと思います。で、あともう一つ、今回ちょっとおすすめの、調理器具というか、これはちょっと使いやすいってことですけど、実際おすすめさせていただきたいと思います。こちらの計量スプーンです。大さじ、大さじ5、小さじ2、小さじや大さじで測れるその計量スプーンと、この擦り切れの、すごく大変使いやすいので、継続して使っています。ちなみにこちらの計量スプーンは雑貨屋さん、IKEA さんとか2ワンスタイルさんとかっていう感じの、同じその専門のお店、専門店なんですけども、アクタスさんっていうお店で買いました。私の場合は大阪空港にもあるので、大阪空港店で買っていただきました。おそらく関東の方にもありますでしょうか。あと心斎橋の方にもこういった計量スプーンがあるかと思います。大変便利です。で、しかもお買い得だったので、これは買いだと思って買いました。出来上がったので開けてみます。